ということで今回はオークランドアスレチックスとの3連戦やっていきたいと思います。で最近高尾さんほとんどね DH じゃなくてライトでの出場になってるので、おお高尾さんが盛り上げてる、なんかぐるぐる回ってる。さあ1打席目で打率がね今4割1分4厘になってて、まあ、前回から比べると、うん、少し下がってはいるんですよね。あでピッチャータイラー・グラスノーか、どうしよう、ランナー1、2塁でチャンスだしな、ここは先制パンチ打つ意味でもショータイム使っちゃうか。うん、うわ入ってんのかい。一応枠の、まあ、ギリギリ、まあ、でも外だったとは思うけどね、うん、判定ストライクか。オーライ来たー、完璧に叩けたね。やったぜ、これで67本目のホームランですね。予告通りの先制パンチが打てたね。よしよしよし、どれぐらい飛んだかなこれ。おお、これすげえ、このカメラアングルかっこいいね。438フィートか。おいいね。あもう早速ピッチャー変わってるじゃん、すげえ。タイラー・グラスのもう早速ノックアウトさせたね。だってまだ2回の裏だもんね。ピッチャーの球種がツーシーム、スライダー、カーブ、チェンジアップ、フォーシームか。で今 2球ともツーシームだったんだな。これもツーシームか。よしナイバッチ、打ったのはチェンジアップだったかな。うん、3打席目、あうん、いい感じで点差も離れてるし、マリナーズのピッチャーも今のところは大丈夫そうだね。よしどうだこれ、取るのかい、嘘、フェンス直撃のツーベースとかなるかなと思ったけどね、意外と打球伸びなかったか。お、来た来た、久々だな守備動画内でやるの。これは、うん、少し深いフライだけど、うん、まあ、これは、まあ、そんなに難しい守備ではなかったね。さあ4打席目ですね、まだ6回の裏だもんな。ただ意外と思いのほかアスレチックス追いついてきてるっていうのがちょっと油断できないとこではあるよね。なので追加点はし、うん、欲しいとこではあるね。ピッチャーポール・ブラックバンから変わってないのか。うん、2番手のピッチャーだね。おお、よかったボールだったか。よし、OKOK、これで高尾さん出塁したので、これどうだ、走ってもいいけど、まあとりあえず、うん、フリオ・ロドリゲスに任せよう。あー、ここは三振。じゃあちょっと高尾さん動きましょう。あーやべ、嘘、まずい、あーちくしょう、油断してた。ああよかった、うん、勝てたね。じゃあ2試合目いきますか。よし2試合目、ピッチャーがリリー・オーブライアンかな。球種フォーシーム、スライダー、チェンジアップ、ツーシーム。うん、だいぶ甘い球だったけど、これ超える、あフェンス超えなかった。ただこれはもうサードいけちゃうでしょ。 OK、 よしよしよし、ナイスラン高尾さん。思ってたよりもフェンス超えるかなと思ったけどね、意外と超えなかったね。よしここは先制取っちゃおう、ロドリゲス頼むぞ。いやーさすが、いやすげえなー、フリオ・ロドリゲス結構いいところでね、こうやってヒット打つんだよね。お、いいね、2対0。
マリナーズのピッチャーもとりあえず0点で抑えてるし、追加点は欲しいな、ここ。あー、チキショー、セカンドに取られたか。当たり結構良かったけどね。3打席目。お、いいね、いいね。マリナーズが4、マリナーズが追加点取って、うん。一応引き離してはいる状態だね。ここはランナーいないしな、ショータイムはちょっと温存だね。あー、引っかけちゃった。走れー。お、うまいな、今、セカンド。よし、4打席目。あ、ここはもう、うん。温存してたショータイムを使うときですね。よし、いったね。うん。ん？あぶねえ。ちょっと一瞬なんか、ちょっと取ろうとするから、あいつ。アスレチックスを突き放せたね。うん、7対2か。7回でこの点差は結構いいかもね。よし、これでこのカード2連勝。じゃあ3試合目、このカードラストのゲームだね。よし、いきますか。お、もう早速ランナーが1塁にいるんだね。あー、これはセンター正面のフライだわ。いやー、当たり良かっただけにもったいないな。よし、守備だな。これはどう取れるっしょ。あぶねー。危ないよ。だいぶ危ない。ギリギリで振り向いたな、今、高尾さん。それまでもうほぼノールックだったからね。いやー、ちょっとヒヤッとしたな、あれは。あ、でも見てはいるのかな？一応。あ、見てるね。見てるっちゃ見てんのか。肝心のもうこのタイミングでノールックだもんね。よく落下地点分かったな。あ、ちょっと、高尾さん見てるとこ若干、あ、違くはないか。おい、この時点では見てろよ、もう。さすがに。さすがに見てろよ。いや、こっちを見るんじゃないよ。なんでカメラ目線なんだよ、若干。お、うーん、1点差で負けてんのか、この場面。ランナー1塁にいるけど、どうしよっかな。んー、まあでも、ショータイム一旦温存かな。あー、やべ、ゲッツーやっちゃった。あ、これセーフじゃないの？今タイミング的に下手にヘッドスライディングしない方が良かったかな。あー、マジ嘘。今タイミング的にちょっと審議でしょ、それ。これちょっと審議ものですね。こっからセカンドにトス、ちょ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 。あ、いいのか、いいのか。よくて、こっからだよね。よいしょ。あー、気をどいね。あー、間に合ってないか。うん。こうやってみると、そうか、一塁ベースの靴触りに行ってる感じになっちゃってるもんね。しかも、しかもすり抜けてるじゃん。そうか、間に合ってないか。残念だね。お、ここでも、あれだね、温存してたショータイム使えるね。うん、ここでスリーラン打てれば、5対3で2点差にできるしね。いや、ここは打ちたいな。これは、うん、見送っておこう。よし、うん、早かったか。いや、今もったいないことした。いや、でも大丈夫。まだ甘い球来るはずなので。甘くなかったー。うおー、飛んじゃねえよー。あー、まあでもいいか。最低限犠牲フライにはなったもんね。あー、まあまあまあ。この場面では、よかったか。これで一応、同点にもできたしね。ちくしょう、ただあれは悔しいな。と思ったら、何勝ち越されてんだよ、マリナーズ。
だよ。おい、ピッチャー。ピッチャー頼むぜ。取れる。よし。3打席目か。まだノーヒットだもんね、高尾さん。あ、4打席目かな。いやー、でもさっきの打席でヒット打てなかったのは痛いな。ヒットというかホームランか。よし、これは抜けるね。うん、よしよしよし。あー、負けちゃったか、最後。まあでも、2勝1敗でしたね、このシリーズ。うん。で、今、だいたい6月の下旬ぐらいなので、まあもうすぐしたら、うん、オールスターで、まあ前半戦盛り返すってところなので、まあ次回はそのあたりになるかなと思いますね。ということで、ご視聴ありがとうございました。